ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はポッドキャスト初心者のよくある失敗という話をしていきます。最近ね、このチャンネルではポッドキャストに関する情報発信をしていなかったので、今後はですね、このポッドキャスト発信に関する情報もどんどん、出していこうかなと思います。ポッドキャストもね、一般の人にとってはすごくマイナーなプラットフォームなんですけど、マーケティングっていう点においてはこれほどですね、ファン化とか、濃い見込み客の集客ができる媒体って他にないなっていうふうに個人的には思ってるので、もしそのビジネスをやっている方がいたらですね、ぜひこのポッドキャストで情報発信をしてみてほしいんですよね。もちろんその、自分がどういうビジネスをしているかにもよるので、全てのビジネスがポッドキャストで配信したらうまくいくというわけではないんですけど、特に僕のようなね、ビジネス系の情報発信をされている方っていうのは非常に相性がいい媒体なので、ぜひねポッドキャストやってみてほしいんですけど、今回はですね、このポッドキャスト初心者のよくある失敗ということで、お話していきます。少しでもですね、ポッドキャストというものが盛り上がればいいなということで、これからねポッドキャストを始めてみたいっていう人にこういうとこ気をつけた方がいいですよっていう話を今からしていきたいと思います。で、ポッドキャスト初心者のですね、よくある失敗、まず一つ目はですね、視聴回数を気にしすぎるということですね。これはかなり重要で、ポッドキャストって流れに乗ってくるというか、チャンネルが伸びてくると視聴回数ってバーンって増えるんですけど、初期の頃ってめちゃくちゃ少ないんですね。ゼロがずっと続いたりとかっていう状態が続くので、もう誰も聞いてくれてないよっていうことで心が折れてしまう。その誰も聞いてもらえないっていうのは、ある意味なんか自分のね存在を否定されたというか、そういうような気分になることもあるので、この全然視聴回数が伸びない、ゼロとかね一桁とかっていうのが長く続くと、もうやってらんないっていうところでやめてしまうわけですね。あるいはそのマネタイズが見えないからやめてしまう人も結構いますね。YouTube とかだと、例えば頑張ればね、チャンネル登録1000名いけば広告収入が最低限得られるっていうモチベーションがあるので、 YouTube はねそこそこ頑張れるけども、ポッドキャストはねそういうマネタイズが見えにくい。今のところまだ広告が貼れるっていう状態になってないですし、一部ね、サブスクリプションが使える人もいるんですけど、サブスクリプションもまだ使えない人が多いと思うので、ってなると、ここでどんだけ発信しても、1円のお金にもならないわけですね。で、そこでこれやってて意味あるのかなみたいなところで、途中でやめてしまう人が非常に。ポッドキャストって、続かない人が多いんですね。本当に2、3エピソードでやめちゃう人とか、1回だけ音声上げてやめちゃう人もいっぱいいますし、やっていても、もう本当にね、数ヶ月やめちゃう人が非常に多いということなので、こういうところを気にしないということですね。特にその再生回数、最初は本当に伸びないですから、一桁とか長く続くんで。でもずっとやってると、今の僕もそうですけど、YouTube よりもポッドキャストの方が再生回数が多いんですね。しかも YouTube の倍以上、ポッドキャストの方が再生されてるので、うまくいけばそんな感じで、YouTube よりもたくさんの人に見てもらえる、聞いてもらえるっていうところになっていくので、あまりこうね、結果を気にしすぎずに淡々と発信していくっていうのが1個のコツですね。で、2個目がですね、チャンネルのコンセプトと発信内容がずれているっていう、これもよくありますよね。例えばビジネス系のラジオとかで、なんとかマーケティングチャンネルみたいなタイトルをつけたとします。でも実際聞いてみると、マーケティングの話とかをね、あんまりしてないとかっていうことってよくあると思うんですよ。だから、タイトルっていうのは、いわゆるその看板みたいなものですね。うどん屋ですって言って中に入ってラーメンが出てくるみたいな。うどん食べたかったんだけどってなるわけじゃないですか。マーケティングチャンネルとかって書いてあったら、マーケティングの話をするんだろうなみたいな感じに思ってるけども、実際聞いてみると、全然関係のない話、今日はどこどこにご飯食べに行きましたみたいな話が出てきたら、やっぱり聞かないですね。で、ポッドキャストってそのずっと聞いてないといけないので、興味のない話を延々と聞かされるっていうのは聞く側にとっては苦痛なんですね。YouTube とかブログとかっていうのは、例えば自分の見たい場所だけ見るっていうことが可能なんですよ。ブログだったらスクロールして読みたい場所だけ読めるし、 YouTube だったら動画をスキップして、大体この辺でこんなこと喋ってるなとか、こういうことをやってるなっていうのが分かるわけじゃないですか、画像を見ればね。
でもポッドキャストっていうのはずっと聞いてないといけないので、ひたすら延々とですね、こう興味のない話をされてしまうと、もう聞いてる側は苦痛になるわけですね。そういうところで、もう聞くのをねやめられてしまうとか、ね、なんかこの話全然ためにならないなっていうふうに思われてしまうと、まあ、そういう人たちが離れていってしまうわけなので、コンセプトを決めたらそのコンセプトに合った発信内容をしないといけない。結構こうね適当に喋っちゃうとずれてきてしまうことがあるので、そこは本当にね注意が必要かなと思います。あとはその雑談系のチャンネルですね、自分がこうエンタメ目的で発信するんだったら、まあ、雑談系のチャンネルってありかなとは思うんですけど、まあ、ビジネスっていうところを続けてね、つなげていくんであれば、やっぱりこう雑談ではなくビジネスに役に立つような発信をしていく必要があるということですね。こう話術がすごい人、こうトークの、ね、スキルが高い人はそういう面白い話とかで人をね、こう喜ばせたりってできるんですけど、やっぱりなかなかそこまでのスキルがない人がこの話の面白さみたいなところで、ね、相手を引きつけると難しいと思うので、だったらその価値のある話をしていくっていうのは大事ですね。あとはその大勢に向けて発信しているっていうのも、まあこれよくある失敗なんですね。これはこう絞り込んでないっていうところも含めての意味なんですけど、どちらかというとこの喋り方ですね。よくあるのが、ね、皆さんみたいな呼びかけをする人で、皆さんだとあんまりなんていうんですかね、相手が意識して聞いてくれないんですよね。こう淡々と一対多に向けてこう一人で黙々とスピーチしてるみたいな感じで、それが興味のある話だったら相手も聞いてくれるんですよ。そのトピックとか、ね、その人自身に興味がある場合は聞いてくれます。でもその話がね、あんまり興味ないとかどういう話なのかよく分かんないっていうところだと、あんまり集中して聞いてくれないんですよ。だからポッドキャストで配信するときっていうのは、誰か、ね、特定の個人に向けて話すような形で、まあ、会話みたいな感じで収録するっていうのは非常に大事なんですね。だから皆さんではなくあなたとかねっていう感じで語りかけていく必要があるんです。実際例えばね、友達とかと喋るときも、ね、友達と喋るときになんかそういう一対他に向けて発信するような喋り方ってしないじゃないですか。あなたに向けて喋ってますよっていう喋り方をしますよね。だからそれはそういう発信の場でも一緒で、ポッドキャストでも YouTube でもそのね、見ている側からするとこの人は私に対して話しかけてくれてるんだっていうような風に感じると、こう身を乗り出して聞いてくれる。でも一対他に向けてなんかこう演説のような形で話すと入ってきづらい、集中してないと全然話が入ってこないみたいなことになるので、まあ、こういうところもですね気をつけていく必要があるかなと思います。あとは、まあ、余分な話をしてしまうとかね、脱線しすぎてしまうみたいな話、こう早く話を進めろよっていうふうに思うことがあるので、こう話が脱線しないようにするっていうのも大事ですね。その説明の、ね、必要上そこの話をする必要がある場合は多少脱線するのはいいんですけど、その脱線した箇所をこうさらにね深掘りして広げていってしまうと、結局何の話してるのかよくわかんないみたいなね、話がこうあっち行ったりこっち行ったりして全然結局何が言いたかったのか伝わらないとかっていうのがあるので、これも本当にね、適当に喋ってるとそういう風になっちゃうんですね。アドリブで取ったつもりがフリートークみたいな感じになって、アドリブとフリートークっては違いますかね。アドリブっていうのは台本を見ずに喋ることですけど、フリートークっていうのはまあ雑談なので何でもいいからとにかく喋るみたいな、そうすると話がもう脱線しまくるんですね。そうすると 何について喋ってるのかよくわかんないみたいな感じになってしまうので、何でもかんでも喋ればいいっていうわけではなく、ちゃんとテーマを決めてそれに対して自分の思うところをまあアドリブで喋るっていうのは非常に大事かなと思います。なので、まあ、こういったところは非常によくあるんですけど、あと一個ね、すごく気をつけないといけないのは、まあ、やっぱ音質とかっていうところはすごく気をつける必要がありますね。まあ、僕は専用のマイクをこう使って撮ってますけど、ここまでね、お金使ってその機材を揃える必要はないんですけど、最低限ね、やっぱ聞いて耳障りのないような音質は必要かなと思います。あまりにもこう安すぎるマイクとかを使うと、非常に音質が悪いので、まあ、それだけで不快に感じてしまう。音質っていうのは画質よりも重要なんですね。YouTube の動画とかでも、音質が悪くても見れるけど、画質が悪くても見れるけど、音質が悪いともう見てらんないですもん。それはもう、見ている側にとって苦痛になっちゃうから。だからそこは必ずね、もう聞いてる側が最低限不快感を感じないレベルの音質にする必要があるし、あとは話し方もそうですね。とか、とかね、そうですね、みたいなのが、まあ、いわゆるそのフィラーワード、つなぎ言葉と言われるものですけど、これが多いと、聞いてる側がイライラしたりとかね、なんかこうちょっと不快に感じたりとか
するので、とかあのとかはとにかく言わない、これが多いと。特にこのポッドキャストっていうのはね、耳に集中しているので、そういうものが本当にこう気になるんですね。動画だとその、まあ、画像を見てるのでそっちに集中がいってますから、多少とかあのとか入ってもそんな気にならないんですけど、ポッドキャストっていうのは耳に集中しているので、ちょっとしたそういうねつなぎ言葉がこう続いてしまうと、それがすごく気になったりとかしてしまうことになるので、そのあたりは非常にね気をつける必要があるかなと思います。まあ、以上はですね、ポッドキャスト初心者のよくある失敗です。もしこれからポッドキャストね、やりたいなっていう人はぜひこういったところをね気をつけて、発信していってほしいと思います。